アイドルグループのリーダーが、飲酒運転で警察に摘発されたという疑惑が提起された。自動車関連の事件事故を扱う YouTube チャンネルカラキュラは、7日にコミュニティ掲示板に去る6日夜、ソウル市カンナム区で有名男性アイドルグループリーダー A 氏が泥酔運転をしていて、警察に摘発されたと写真1枚を公開した。該当の写真の中の人物は、モザイク処理でもわかる赤い顔を見せた。その上出動した警察に摘発されてもなお電子タバコを吸う姿が状況の深刻性を加える。カラキュラは同じ日の夜にライブ放送を通じて、警察官の間でタバコを加えているこの男性は、30代の有名アイドルとしてモザイク処理をしていない写真と一緒にグループ名と実名を公開した。そして、A 氏が一方通行の道路に逆走りで侵入した後、ロールスロイス車両に向かってどけとクラクションを鳴らし車を降りろと声を上げた。当時 A 氏からは酒の匂いがし、ロールスロイスの運転手が A 氏が飲酒運転をしているのではないか疑わしいと警察に通報したと当時の状況を説明した。現場に出動した警察が測定した結果、A 氏の血中アルコール濃度は 0.113% で免許取り消し水準の泥酔状態だった。SM エンタテインメント、株価が昨年に比べて 2.5 倍に上昇。ジニーミュージック、LGU プラスと共同で行った一番期待している寅年のアーティスト選抜プロモーションで1位になったジュンスの名前で1000万ウォンを寄付。女優ハンソヒ、実母が詐欺容疑で告訴された件について責任取るつもりはないとコメント。実母はハンソヒが未成年の時に口座を開設し、借金する際にその口座を使用していた。伊山地裁もハンソヒが責任を取る必要はないと認めている。